ソトヒール。試合の本当直前にイゴール・タナベ選手に教えてもらって1196人ですね。あ、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。まあ、本当に勝ててほっとしてます。はい、まあ、こんな顔になってしまいましたけど、はい、ありがとうございます。こんな顔とおっしゃったんですが、それは最初の方で、矢野選手の打撃被弾してこう、はい、そうですね、はい、あの場面というのはご自身ではどういうふうにこう感じていたんでしょうか。かなり危ないなって思いました。両方パンチが目のあたりに当たったんでちょっとぼやけちゃって、まあ、下の足が一本見えたんでそこにまあしがみつくような形で、まあ、あれが命綱になったのかなって感じですね。はい、フィニッシュに関してなんですが、中継の解説では最初の段階ではちょっと浅いかなみたいなことが言われてたんですが、で相手もめちゃくちゃすぐに対処するっていう感じでもなかったと思ったんですけど、実際に最終的に決まったのはどこがどうなったからみたいなポイントっていうのはどの辺になりますか。あの技自体初めて出したんですけど、技か、外ヒールってことですか。石井さん、あれ外ヒールですか。外ヒール試合の本当直前にイゴール・タナベ選手に教えてもらってたまたまあのシチュエーションになってなんかびっくりしました。初めてで、はい、じゃあもうあそこはもう逃したくないっていう感じで必死な感じで。そうですね、一回足入れて手組んでひねった時にまだちょっと甘くて、もう一回足入れ直して手組み替えてひねった時に結構相手が嫌そうな感じだったんで、まあ、このままいけるかなっていうふうに思いました。はい、ありがとうございます。処理後にリング上でまたインスタフォローしてくださいとおっしゃってたんですが、今現時点でフォロワーって増えました。ちょっと見てみていいですかこれ変な方のやつと最近真面目にやってる方のやつがあって、はい、真面目にやってる方を見ていただきたいんですよねちょっと待ってくださいね。お、今1196人ですね。この前500人ぐらいだったんで、まあ、700人ぐらい増えました。はいはい、すごいですねありがとうございますちょっとこれ見てる方もぜひインスタグラムしびさいオフィシャルフォローお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひ、はい。